今年ね、実は一番嬉しかった出来事というのがですね、うちのお姉ちゃんがですね、来年5月に出産することになりましてですね、もうそれがすごくすごく嬉しくてですね、で今回ね、そのことをもう安定期にも入ったので、はい、番組で伝えたいなと思って、プラスそれだけじゃなくてね、よくなんか番組である何々さんからの手紙的なものをね、なんか今やってみたいなとか思って、お姉ちゃん書いてーやーっていう風に軽く言ったら本当に書いてくれましてですね、はい、それをご紹介したいんですけど、ちょっとね、もうすでに読んでですね、めっちゃうるうる泣いちゃったんですけども、紹介したいと思います。ユミへ、バースデーカード以外で改まって手紙を書くもうすでにバースデーカード以外で改まって手紙を書くのは初めてですね。少し照れくさいです。今ユミの夢が叶っていくのを見るのが私の幸せです。CD、雑誌、コンサート、私の宝物と思い出が一つずつ増えていきます。昔から漫画の本を使って声優さんの真似事をしたり、声優さんの雑誌を楽しそうに、そして憧れの眼差しで見ていたユミが、こうして声優のお仕事をさせてもらっていることが本当に嬉しいです。ファンの方たちが応援してくださって、ユミ本人はもちろんですが、私も両親も本当にありがたく思っています。ユミが上京する前夜、私が泣いてしまったことを覚えてますか？両親もびっくりしていたけど、もうこの家で一緒に暮らせないんだなと思うと寂しくて涙が止まらなかった。どちらかが将来結婚するまではずっと一緒だと思っていたし、こんなに早く離れ離れになると思っていなかったから、ユミが上京することを一番賛成したのは私だという自信があります。一度きりの人生だから絶対に後悔してほしくなかった。絶対に行くべきだと思いました。だけどいざ離れるのはやっぱり寂しかったです。人が聞いたら大げさに思われるかもしれないけど、私たちほど仲がいい姉妹だったら仕方ないよね。ユミはよく私を尊敬してるとか自慢の姉だと言ってくれるけど、私にとっても自慢の妹です。たくさん努力をして夢を叶えてきたユミを尊敬しています。大阪にいる時よりすごく成長したと思います。そしてこれからもいろいろな経験をして成長していくと思います。でも甘えん坊のユミがしっかりしすぎたらちょっと寂しいので、そこは変わらないでくださいね。かっこ笑い。これからも一番の味方でいます。少しでも支えになれたら嬉しいです。大好きなユミの活躍を心から祈っています。姉より。もう冒頭からです。泣いちゃってごめんなさい。意味わからんとか思ったかもしれないんですけど、うちのお姉ちゃんとユミはですね、すごい仲良くて、だからお姉ちゃんが妊娠したっていうのもすごいすごい嬉しかったし、もういつもいつも応援してくれるお姉ちゃんが、そして家族がいるのが自分はとっても幸せだなって思いました。なので来年ももっともっと頑張りたいと思います。以上、原由美の2010のコーナーでした。アイマスステーション週刊泣くわ泣くわすごい泣いてる